これなんか毎日思ってられると思う。マジ言ってた？じゃ毎日思われるの。もう平日からなんかうろちょろしとるなーで、買い物行ってもいつも。あ、それは夜の仕事思われてるよ。いいんじゃないですか。え、仕事してんのとか言われた。言われたことある。言われたことある。え、仕事してんのあるよ。ほら。ちょっと気いじってみたりしてるし。いや、なんか水やってなんや、いや昼間から何するんだろうなみたいな感じ。あ、思われない。うん。俺って言われたわ。滋賀県の。なんかあの地元のな。人はあのちょうどもうそろそろいうこと、まあもうあと2、3ヶ月ぐらいしたら遠見しはんの。あ、遠見？遠見。あ、こういうの？自分のな、おじいさんが。それで俺釣りしてて仲良くなったの。あ、しょっちゅう行くし、そこに。いいか、まあしょっちゅうじゃないけども顔見知りだったの。まあまあ、最後は顔見知りなんだけどな。で、喋ってて、何回喋ってて、なんか魚がどうのこうのとか、うん、喋ってて、仲良くなって、自分、平日の昼間から釣りしてるようじゃあかんでーって兄ちゃん、あかんでーってはぁー言うてたけど、うん、まあねー言うてたけど、うん、友釣り用のああいうを取ってはんやろ。いや、あれ食べるんじゃない。こんなこういうやん。怖いよか。トマミでビャン取ったはんと。こうしたらピシャーで、中にウグイユか、あの、ケタバスも入っとったわ、一緒に。ケタバスな、ケタバスあれ連れててもらった。ちょっと感動したな。初めてやったな。ほんまにおるんやな、ほんと。ケタバス釣ったことなかったの。うん、初めて。歌はうまいらしいけどな、あれ。あ、そうや。違うの食べはるんだ。歌えばって。いや、ちょっと小骨多いやろ。小骨多いって書いてあった。焼いたらうまいらしいね。あ、すっごいいっぱいうじゃうじゃおるじゃん。あれのもうちょっとまた来たいくね。あの、あそ釣ってたやろ、川、河口。あれまたもう一本向こうの川行く。ほら、川幅が3メートルぐらいの流れ込みのとこがあんねん、うん、その川があんねん。そこ、うっちょうちょうの毛玉ぞ。産卵の時なんて上がってきようねんな、うん、もう、一面、うん、入り食いちゃう。え、入り食いならへん、もう産卵やから、なかなか釣れへん、うん、口使いわらへんの、うん、でそれを狙いに行ってても、ね、で、毛針もな、こんなちっこい毛針てか16番ぐらいほんねん。それをドライフライでシャーッと流して合わせるの大変や。おっ、ゴーンって切るわ。バレるんか。バレる、すぐバレる。でそれぐらいのやつしか食いようないねん。こんなゴツフライとか流れてもあんまりけへんかったな。であれ産卵地方からもうバンバン釣れたよな。それ産卵で一生懸命やからもう全然見向きしようへんわ、くらい。なんでも、鮭川登ってくるの見たことない。映像で。映像はあるけど。くるくるになるような川、あんな感じ。もう至る所にもう、毛玉せえ。でも釣れへん。食いよらへん。くらい流してたんじゃない。餌でも食えへんじゃん。あ、で、その中に、混じって、たまに食いよるやつ。たまに崩れそうで、そこも確率で言うたらいっぱいおるから確率上がるよ。それなんかたまに食うやつも、たまに食うに当たる、バーンと。それを、それがおもろいね。それいちいち食って、この大きいフライからな、ほら食わへんな、何を食うのかなと思ってじーっと見たら、こんなゆすりかブヨみたいなやつ取った。あんなの食っとんな。ほんで、その次の帰って、このチクチクこんな張り凍って作った。もうこんなんや、フライ。もう、糸通らへんねん、
もう見えへんさ、もう勘やん、どうすんの。あ、サウにつけるときな、穴、この穴かな、うん、うん、どうなんや、糸こうして、こうして、あ、これ前やつ見えとったんかな、思いながら穴もチクチクやもん。それから16枚残んない、針、手針、それがもう5ミリぐらい、5ミリ、もちろん1センチもあらへんな、7ミリ、6ミリとか7こんない、あの、ようかかんねんないよぐらい、もうピッピッとかかっとるだけや。それも結構おもろいな、その釣りおもろかった、ほんで柔らかい竿で、ふにゃふにゃの竿でな、それ釣ってたわ。こんなん釣れんの、毛伸ばす、ガーッ、いいよ、おもろい、それハマってたよ、じいじずっと毎日行ってたわ、もうずっと産卵やから。で、産卵外したらその前荒食いしよう、ほらこう、こういうとか狙ってな、あと夕暮れになったら虫飛びよるやろ、ほら朝生命のこの波際に出てきよるね、あのこの地区の魚が。で、それをって毛玉すとガーッて寄ってきよる、で、あっちごとベシャベシャーって寄るしな、で、そこにメガネでフライ投げてガーッ引っ張るの、俺も波際で釣れるってびっくりしたもん。波際釣れた、もう手前や、そのルアーのけど、ああ、それでもそれ、こんなとこにあんの、もう手前や、もう朝のとこなんだ今日、あれ、虫食いに来とるかと、小魚追ってきとる、ああ小魚ちゃうかなっていう感じがしたな、もうびしゃびしゃ言うとった、ああ、まだ小魚、その時のタイミングで追ったら面白いの、そう、バカバカ釣れて、それを味しめて一時、あそこばっかり出たもん、夕暮れ時間合わせて、じゃこっち出んの2時半ぐらい出てた、で向こうだいたい、まあ4時半5時前ぐらい釣る、でそっから釣りし始めて、ほらだんだんこう虫とか飛んできて、この波際にガーッとこうピシャピシャピシャで跳ねとんのもわかるわ、でフライとりあえず投げてガーッと引っ張って、投げて引っ張ってバーン今日ピシャーって、それ一時が俺ハマってた、俺あれ、あーそうか、あーラインとかで上げてたと思うよな、毛玉、そう見るか、あ、ライン俺もやって、あーそうか、ラインとかで上げてたけど、あ、ちょっとマシなの、あ、それでも痛いな、あ、もうこんなもんできへんかと思った、動きがさっきより軽いよ、あ、やっぱり、かっこいいの、この角度、でっかいな、これで32、3、これぐらい、この角度かっこいい、ニジマスよって見ることだよ、そうけ、素人やったら分かるよ、分かるやろ、俺ケタマス言われたじゃん、ケタマスやな、この口見たら、もうなんかスチールヘッドみたいな、この角度かっこいいやろ、これ一時ずっとこのあれしてた、たまにこういうのも釣れるね、匂い、ずっもう見かせ、こう魚のやつばっかりやろ、ね、毛針とかすぐ分かるよな、この人釣り好きなんやなって。